出来はね、そんなに良くないですけど、丁寧に投げてますね。だから変化球が多いですよ。これは直球、しかしショートゴロです。打ち取りました。これで3アウト。広島の方としても、もうこれ4対4の同点。もし今日、2位がいいに決まってますね。はい。山本チーフコーチは、ここまで環境と言われ、そして 80.5 ゲーム差、ジャイアンツとありました。ドラゴンズと8ゲーム差ありました。しかし、その首位がわずか1ヶ月半後、8月の20日、陥落してしまいました。で、辰川さん、このゲームは実は9月の13日に行われる予定だったカードが雨で流れてここに来てます。はい、その時は、カープが、あわやマジックかというところまでは行ったんですよね。はい、そうですね。そんな状況からまさかという感じのカープは10月2日に優勝がなくなっています。ワンスリーから高く上がった、ライトフライです。8月20日、長嶋監督の今ちょうど650勝目と続いていきました。広島はその首位が陥落したとき、この名古屋でこの中日に敗れています。マジックの点灯は広島ではなく9月24日ジャイアンツでした。マジック5が点灯していますが、5日後9月29日阪神に敗れてマジックは消えています。びっしり詰まりました。今日は2時15分の開門になりました。名古屋球場、星野監督は立って腕組みをしたまま、今日は何度もこういう格好が見られます。ジョンはあるという感じですが、はい、立浪パウエル、音山崎と続いていきますが、カープもこの後ドラゴンズ戦、滅法強い尾形から始まります。トップから始まる打順です。10回の裏です。フォアボール、ノーアウトランナー一塁、ちょっと鳥越は当たってでも出ようという感じだったでしょうか。ノーアウトランナー、しかし権藤さん、はい、チャンスには立浪。そうですね、はい、ここ10試合今日もヒットを打ちまして、ヒットが続きました。そしてここ6試合全て打点を上げています。打ち出しているわけです。ノーアウト1塁、今日も2安打。じゃあ笹岡、ジャイアンツ優勝が決定します。カーブという気持ちがありますからね、今外からのカーブなんですよね。ワンストライク、ワンボールです。うち一つが山崎のホームラン、他は全てシングルヒット、サヨナラのランナー鳥越です。また一塁牽制球、ちょっと際どいんですがセーフ。立位の余地もありません。名古屋球場はあと残り2試合、明日のラストゲームがハイボルテージになるのか否かは今日決まります。高田躊躇したんで、まあ、三塁ベースコーチ回しましたけど、はい、これはもう立浪が三塁まで行けましたんで、はい、まあしょうがないんじゃないですか。さよならなりません、はい、しかしワンアウト三塁、さよならのランナー立浪は三塁です。しかし恐ろしい男です。立浪の記録はツーベース、投球の間に三塁まで進んでいます。ワンアウト三塁、さらにパウエル、今瀬戸はよく取りましたね。そうですね、緩い球で難しいんですが、はい、ミットの一番先っぽに入ってたんで、はい、あの落とさなかったですけど、はい、あれ真ん中に入ったら飛び出すんですよね、はい、ランナーと接触するときに、あのミットから立川さんボールが見えてましたね。今中途半端な、ね、あのバウンドで、ね、一番難しかったですね、はい、ブロックもうまくしましたですね今のは、はい、
三塁ランナー、立浪がサヨナラのランナー、これはキャッチャーは座ります。これね、2人歩かしても一番触れてる山崎なんですよね。そうですよね、はい。だからこうなると、パウエル勝負して、はい、4対4。あわやさよならかというケースでした。ワンボール。2球目はストライク。だからカーブ待ってんじゃないですか、ね。それもあるでしょうね。だけど大体パウエルってのはもうまっすぐは初球から打ちに行くんですけどね。今日ヒット1本、ワンエンドワン、3球目。ワンバウンド。前に落としてしまう。あわやさよならかということなんですが、もう意地を見せました広島。今日敗れますと3位が確定します。ワンストライク、ツーボールです。4球目、カーブした、サヨナラ、粘った粘った、フェンスが上がります。今立ったにホームイン、ドラゴンズ5対4、サヨナラ。セントラルリーグは直接対決、明日10月6日にも追い込みます。西山さん、5対4でドラゴンズ、パウエルのサヨナラヒットで勝ちました。ドラゴンズ粘りました。東京ドームの西山さん、はい、先ほどですね、鳥越選手がホームタッチアウトになった時、はい、こちら巨人のナインの皆さんももう喜んで、手を叩いて喜んでいたんですが、はい、今、いつか瞬間、サヨナラホームインした瞬間ですね、はい、もう足早に皆さんベンチの